かまぼこ屋根が緑色に塗り替えられた市場センタービル。過去の画像横浜市中央卸売市場本場は、神奈川県横浜市神奈川区山内町に位置する横浜市中央卸売市場の西市場の一つ。日本国内で3番目、東日本で初となる中央卸売市場として1931年に、開場、卸売市場法に基づき設置、運営されている。 敷地面積は98,748平方メートルで、水産物野生化、鶏肉、鶏卵などを主に取り扱っている。また、市場休場日は毎週日曜日及び、祝日のほか、水曜日にも臨時休場日が設けられることがある。横浜市の中央路修理市場では統合、再編計画が進められており、2014年度末で南部市場が、 中央卸売市場としては廃止となり、本場に統合された旅を予定。詳細は、横浜市中央卸売市場統合、再編計画を参照。市場の機能強化としては、2014年度から2015年度にかけて水産舟の低温化改修工事を実施したほか、2020年度から2023年度にかけて生株施設の増築を行い、屋内にさばき場や、 冷蔵保管庫などの施設を整備する計画である。なお、市場近辺を挟んで東西に広がる地域では、再開発事業が進行中である。また、東市場まで結ぶ道路橋として、港未来地区からは、港未来橋、コットンハーバー地区からは、コットン大橋が整備されている。このほか、2017年12月には、横浜駅東口から東市場を経由して、 港未来地区、山下不当地区方面まで、ロープウェイなどの作動で結ぶ、空中交通構想も浮上している。敷地総面積は115,843平方メートルで、競りが行われる市場のほか、水産棟や、生果棟、冷蔵庫棟などがある。また、市場内には、市場関係者に限らず一般人も利用できる、飲食街も備える。詳細は、 横浜市経済局のサイト内、本場施設情報ページを参照のこと。港未来橋から市場方面を望む。ありがとうございます。